ラジオ劇画傑作シリーズその2、少年チャンピオン連載、手塚治虫原作、ブラックジャック第19話、目には目を。原作の題名は幸福です。かけなさい、ブラックジャック君。さて、今日はなぜ我々日本医師連盟が君のことを呼んだかお分かりですね。あんたは医師免許を持っていない。マグリだ。それなのに堂々と開業し、べらぼうな料金を取っている。我々はこれまで何度も忠告した。ところがあんたは耳を貸せない。おまな耳に念仏。これが最後の忠告です。すぐに国家試験を受けて免許を取り、我々日本医師連盟に加わり、今後は決められた料金だけをもらうこと。出ないと映画長。私は医師連盟で決めた料金なんてバカバカしくて相手にできませんね。私は自分の命をかけて患者を治してるんです。1000万だろうと1億だろうとちっとも高くはない。どうか私のことはほっといてください。私はルールってやつが嫌いでしてね、枠にはめられた医者にはなりたくない。よろしい諸君、もはやこれまでだ。ブラックジャック君、こうまで言っても我々の忠告を聞き入れてもらえない以上やむを得ない。私は医師連盟会長として今日この場から君を医師法違反の容疑で警察に告訴する覚悟したまえ。あいつもやられたか。医師連盟の会長を怒らせたんだからもうダメさ。あの会長は実力者だから、ブラックジャックがいくら頑張っても喧嘩には勝てない。バカな男だ。身のほど知らずも、どうせ有罪だ。死刑にすればいい。面会でゴン。ピノコ先生、よくこんなところまで。先生、どうして捕まったのよ。いさ、悪いこと何かしたのね。女はピノコに相談してからにすればいいのに。無免許でね、それで捕まった。バカよ、言わないことじゃないのよさ。車の免許あるのにお医者の免許持ってないなんて、先生あっちょんぶりけよのさ。あっちょんぶりけ。ピノコの作った言葉なのよさ。あ、これお中元。お中元？差し入れのことか。ピノコ、もうこんなに気を使わなくたっていい。お前はうちでおとなしく留守番しててくれ。でもさ、ピノコ先生の奥さんだよもの。ボッケリーニさん、何と言われてもそれだけはダメです。日本医師連盟はあの男を医者と認めませんのでな。あの男は確実に犯罪者です。しかし会長さん、現にこうやってブラックジャック氏の腕を信頼してわざわざイタリアからやってくる私のような。ボッケリーニさん、確かにあなたは有名なイタリアの億万長者だ。しかしいくらあなたのお頼みでもダメなものはダメ。あの男を許せば今後日本にモグリの医者をはびこらせることになる。我々医者のプライドにかけてそれはできない。もしもブラックジャック氏を許してくだされば、
日本医師連盟に1000万ドルの寄付をします。我々は金など欲しくない。腐るほどあります。買収は無駄です。ああ、もうない。あんたはわしがどんな男か知らんのだ。イタリア政府を動かし、日本政府を揺さぶっても、きっとブラックジャックを釈放してみせると。そして、かわいい孫のピエトロの手術を。面白い。私も医師連盟会長だ。売られた喧嘩は買いますよ。よし、その一言、覚えておれ。ふん。なめるなよ、イタコーメ。日本政府を揺さぶる？やれるものならやってもらいたいものだ。ああ、交換かね。首相官邸へつないでくれたまえ。ボッケリーニさん、ごめんなさい。たった今会長から電話でね、ブラックジャックを釈放するなら日本中の医者を動かして無期限ストをやらかすという。いやー、怒らんでいただきたい。わしは一応総理大臣だが、つまりそのなんですよ。日本医師連盟会長は総理大臣より強いのですわ。面目ない。ドクちゃん、まだ早く治って、死にたくない。ビーノ、もうすぐおじいちゃまがいいドクターを連れてきてくださいますよ。僕今度こそ本当に治るね。早くお家に帰って遊びたいな。ピエトロ、わしの可愛いピエトロよ。ピエトロ。そう、やっと決心なすったか。そうですとも、初めからそうなさればよかったのだ。確かに本体性動脈血栓症は難しい病気です。世界でも本格的な治療の方法は見つかっていない。しかし日本の医学技術を信じてください。ブラックジャックなどに頼らずとも、なんとかお孫さんの命を救って差し上げよう。さあ、お孫さんの入院の支度を急いで。血管を塞いでしまう。怪我をしたとき、傷口が開いたままだとよく起こる。だが生まれつき血が固まりやすい人は、傷もないのに血栓が起こり、血の巡りが止まり、あちこち腐って死んでしまう。本体性動脈血栓症、治療は難しい。もしもブラックジャックがいれば治すことができるかわからないでゴン。何、ピエトロは死んだ。会長、手は尽くしました。残念です。だから言ったんだ、この病気はブラックジャックでないと治せない。孫は世界中の病院で診てもらった。その度にブラックジャックの名前が出た。彼ならば、あるいはそれ、貴様はやむを得ない。ボッケリーニさん、お気の毒だが天命と諦めていただく。いや違う、もしかしたら助かるかもしれない孫の命、その可能性をあんたは握りつぶしたんだ。覚えておれと言ったはずだぞ。あんたは売られた喧嘩を買うと言った。目には目を、歯には歯を、イタリアマフィアの血の掟を、今こそあんたは思い知ることになるんだ。ボッケリーニさん、ニュースです。医師連盟の会長の長男、高尾くん、16歳、今朝登校の途中、廊下に襲われ機関銃で撃たれて重体です。襲ったのはイタリアのマフィア。警察の発表では、ゴッドファーザーボッケリーニの命令でやったと白状したそうです。目には目を、歯には歯を。ニュースを終わります。ブラックジャック君、頼む。この通り。何の真似です。私の息子が死にそうだ。機関銃で撃たれて弾が胸に、一発は心臓のところで止まっている。下手に手術をすれば即死だ。このオペができるのはあんたしかいない。さあ、ここに医師免許の免許証がある。あんたのために特別に取ってきた。頼む。
わしの息子を救ってくれ。医師免許証。何をするブラックジャック君。会長、私は無免許医です。それでもよろしいとおっしゃるならば、息子さんの手術喜んでやらせていただきましょう。